ましょう。あ、白で、ね、そう80代で、まあ、回れる時もある。常にじゃない、常にじゃない。パワーが取れると80代が出るぐらいなんで、だいたいボギーで回って。普段レギュラーってやるんだ。レギュラーって言ったら、そうですね、プライベートコンペとかだとやっぱりちょっと NHC からだけど、普段はレギュラーで。すごい。あんまりいないんじゃないですか、なんかね、うん、アイドルというか芸能の方で、うん、女性でなんかレギュラーティーから回る人、スズランさんとかですかね、言ったら。そうですね、スズランさんともやったことあるんですか。これあります。そう、1回かな、1回ありますね、アイドル時代の時に。あ、はい。でももうなんかすぐお仕事とかに増えそう。いないから、そういう増えてほしいです。ちょっとお願いします。いい子がいますみたいな。155、7番ウッドです。はい、いい声です。ナイス。どっか行っちゃったかと思った。5番ウッド、はい、ありがとうございます。巻くのかなって。でもあれ左に落としたらちょっとやばいじゃないですか。あ、そっかそっか。まあ右でいいかなと思ったんですけど、あんなに右行くとは思わなかった。そうだよ、結構予想だ。予想、今日飛びすぎてます、なんか。あ、いつもより飛んでる。うん、あ、そうなんだ。今日飛びません、飛んでるよね。え、じゃあ、あの、なんか気候とか。あ、気候がわかんない。気候意識したことないね。ね。今日飛ぶなみたいな。なんか今日すごい飛びます。だってあんなに飛んじゃってるんです、キャリーでって書いてある。そうなの。でここ山あります、なんか富士山みたいな。標高の問題。はいはいはい。どうだろう、高くなさそうだけど。え、高そうじゃないですか。なんかほらちょっと高くないですか。あ、ちょっと上なのかな。だってこの辺でやることあるんですか、ホルム。ない。あ、ありますね。あるそんな高くない。なんか今日飛ぶんだよ。今日飛ぶ日。今日飛ぶ日。朝何食べてきたの、コロちゃん。朝はご飯3杯食べてきました。それだ。なんか鮭が、ね、鮭がすごいでっかい鮭出てきて。実家で。はい。こぼれた？こぼれた。おー、ナイス。弱いかな。最後。いけ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 。
ックの方が強いですよね。ナイスパー。惜しい。ボギーです。楽しみ。惜しい。ナイスです。やっちゃいました、やっちゃいました。まあでも私この前8パー5ね。えっとぐらいずっとパーって、いや出だしボギーですね。出だしボギーでずっとパー、はい、ね、すごい、ね、すごい。ちょっとちゃんと勉強しよう今日は。かわいい。野菜嫌いなんで。どこのやつ？あのリョッコルスこれ朝日の。あ、普通にね。普通に CM やってるやつ、ね。リョッコアウジル。普通のやつなんだ。え、普通のやつ。なんか BCAA とかが入ってるやつもあるんだよね。なんかゴルフ向けに。え、いいな。なんか作ってるやつがあって、紹介しよう、紹介しよう。え、します、します。左にバンカーが2つ隠れてます、はいはい、ですのであの、まあ、緑のフェアウェイの方に打っていっていただければ大丈夫です。ナイスショー。ナイスショー。どんなゴルファーだった？どんなゴルファーだった？どんなゴルファーだった？なんか何も考えないゴルファー。もうとりあえずもう楽しく回るみたいな感じで。何もなんかそう。A みたいな。そう A みたいな。あ失敗しちゃったみたいな。特に引きずらない。あそうなんですね。得意クラブとか。得意クラブ、アプローチとグリマーリー以外、あ、でもドライバー、あ、ドライバーですね。ドライバーがね、打ちやすい。ドライバーすごいですね。飛んでる。左に行くんですけど、一番ありがとう。あれでもいい方です。あ、いつももっと左に行っちゃう。いつも、もうあっちこっち行っちゃう。どっちかといえば。そうか。そんな感じや。全然見えない。え、飛距離どれぐらい？飛距離どれぐらい？200ね、飛んでますよね。何ぐらいですかね、背小さいのに。何センチですか？なし160センチぐらい。一緒です。あ、一緒？あ、本当だ。本当だ。155とかやっけ。あ、そうですね。小さい。あんま変わらないか。5センチ。いいな、160って。ナイスショー。最近ゴルフしてないから5番アットの失敗率が高くなってるから、よかったです当たって。私ですか？私は24か5ぐらいの時から始めて、今31なので7年ぐらいです。ナイス。
海の方が飛ぶのかもしれないみんなと逆、うん、ナイス。ナイスタッチ。ああ惜しい。ナイスです。ナイス。下から。めちゃ打つじゃん。いやもう打たないと切れちゃうから。あ、そっか。もう切れる前に。弱気な発言してんじゃんと思ったらガーンって言って。ロングパットはね、でもショートパットも結構やっちゃうからさっきみたいに常にちょっといいのかなって思いながら打ってはいる。ナイスショー。いや大丈夫大丈夫、ナイスショー。160ヤード7番と。ナイスショー。これはいい。ナイスー。めっちゃいい。はい。ナイスです。絶対これじゃない。この木でも下でも下でもね、きついですね。見せ場です。見せ場すか。見せ場です。上がった気がする。上がった。結構普通に上がってきて、ね、上がってましたよね。今上がってた。手出してあれだから、うん、今の何番。今6番です。あ、6番結構上がっちゃった気がする。1番に行ってた気がする。あ、上ね。はい。まおちゃんすごいです。めっちゃ近い、ね、めっちゃ近い、ね、めっちゃいいですね。ここね、めっちゃ嬉しい。めっちゃうまい。すごい。強そうじゃなかったけどね、今は、ね、いつもはその朝から3杯とか食べる。なんかご飯とパンとか。あ、でもそれぐらいの量は食べてるか、はい、ご飯1杯とパン2枚みたいな。パン2枚っていうか、なんかクロワッサンとか。あ、クロ。あとなんか一番好きなのが、うん、パンの中にベーコンとか入ってるやつ、うん、入ってるクロワッサン。クロワッサンじゃなくてなんかベーコンエピ。あ、それそれそれかな。なんかそういうフランスパンみたいなやつに入ってるやつ。へえ。そうなんだ。え、朝何食べるんですか。朝ごはんあんまり食べない。
けど今日はおにぎりを食べた。え、朝ごはん食べないと元気出なくないですか。いやもう出ない、出ない、やっぱたくさん食べる。食べますね、朝は。高いからだって。こんな感じ、こんな感じね。薄いからな。うまくない？うまい。いや、入っちゃうんじゃない？うまい。うまい。すごい。ちょっと今開いてね。開いてね。ナイスパー。なんで笑うんですか。撃つじゃんと思って。撃ってないですよ。嘘。分かりにしてるかもしれない。あれ弾かれちゃうこととか。弾かれる音ですよね。うん、弾かれそう。気をつけます。そのうち弱いな。いや、ちょっとダメだった。いや、強って思いました。思った？いや、もっと強い。今、自分で思っちゃった。いや、私強いのかなと思って。ちょっと打てなくなったもん、やっぱ。え、今でも、超なんかちょっと強めだけど、いつも通り。あれでは、私のいつも通り。私、超強いです。あれ、もっとパンって打たなきゃいけない。打てなかったもん、怖くて。怖いですよね。いや、めっちゃ打つじゃんと思って。打ってるなあれ。すごいなあ。